ナイスお願いします。M ちゃんですさんよ。ストロングは整形失敗さんよ。はい、はい、よいしょ。1個目不和かよ、うん、スバンやし、ミエやし、ニューやし、リカちゃん、サリカちゃん、シーちゃん、よいやし、右下のナイスお願いします。リスチらしい、ミクちゃんやし、サンゴやし、押した、うん、いらっしゃい、ピヨンいらっしゃい、マナいらっしゃい、狛江大阪だ、あ、もう着いたんだ、どういらっしゃい、 M ちゃんですいらっしゃい、ナイスありがとう。ザッカーナイスです、ナイスいらっしゃい、ナイスアイザス。今どこだよ、今葛西やね、負けてるぞっていうか1位じゃん、差が全然違うわ。おはよう、今日もかっこいいやん、もうちょいやん、もうちょいやん、今日は抜くの、抜きたいけどな、微妙だよな、金的に微妙。あご、頭かっこいい、マジでブラジル、いや大阪に帰るね、飛びたい行こうぜ、いや行くなら誰かついてきて、なんでこっちにしたんだよ、いやナイスもやらないといけないんで、ブートスのステッマいいや。大島おはよう。メソポチャミアさん、バーガーありがとうございます。そうなの、それはまあ自由でしょう。したないっす。ナイス、センキュー。3日じゃない、そんな長いこといないよね、でもちょ気分転換に来ただけだから、気分転換に来てコロナだったら最悪だけどね。歩く大混乱する、うん、大阪だね。ナイスした、ナイスありがとうございます。ふわっち大将ありがとうございます、坊主、坊主は似合わないよ、そう急いでないんだから下道でゆっくり行けばいいだろう、いやめんどくさい、下道とかめっちゃめんどくさい、疲れがたまるだけ、毎回赤信号止まっては理科ちゃん、アイテムありがとうございます。コロコロうるさい、いや今は大してうるさくないと思うけど、広島運転は楽しいだろう、いや高速の運転はねいいけどね、下道の運転大して楽しくないよね。ナイスした、ありがとうございます。王様はついてないよ、
高速の方が疲れる。だそれは君はね、俺は高速の方が疲れない。コロナ好きだね。いやコロナ好きじゃないよね。雨村、いやルーカの服が買いてえ。ハンターハンターのアンテナエクステつけるんでしょ。いやわかんねえよそれは。こんだかに絶対お前おかやみがタヌキで描いてる。好きはわかりやすい、わかりやすい。あんないです、おはよう。25、おはよう。東北とか何しに行くの。タヌキってどうやるの。絶対知ってるだろ。服どこで買ってんの。雨村です。雨村で買ってますね。ふわっち大将特命さん、ありがとうございます。ツンデレいらっしゃい。お前はここにいるの。いやワカサギって北海道じゃないの。で大阪入ったら絡まれそう。まあいいんじゃない、絡まれたら。はい、ではお願いします。あれっす、右下のナイスね、ぜひお願いします。ナイス、おしん来たぞ。あ、トライバルさん、ありがとうございます。いいよ、おはよう。北海道行けなくてもできる。あ、そうなの。なんでまた車で行った、意味不明。いや車で行くのが普通じゃない。なぜか配信しながら行けるから。じゃあ逆に何で行くの。何で行くの。お前が一番意味不明だわ。下道で行けっつって言ったり、高速がきついって言ったり、しまいには何、あの何、車でなんで行くの意味不明って、お前が一番意味不明だわ、そのコメント流れ。アイテムありがとうございます。アイテムありがとうございます。自転車だろう。いや自転車ないんだよね。危険悪いね。危険悪いって思ってる君が機嫌が悪いんじゃ。おシーズン吹けてまた沖縄配信。いや沖縄はいいかな、普通に車で行くよね。緑色、うん、あと5個ありがとうございます。おはよう。順序逆な、おはようって言ってから機嫌が悪い。あ、ごめん、34-23まで、うん、いつ海外行くの。海外はちょっとまだ行けれないよね。ホテル代以上に駐車場料金。あ、大丈夫です、安いとこしてるんで。だって駐車場料金って言うけども、まあ、配信メインで行くからさ、配信できた方がいいじゃん普通に。明日海外行くんだよ。マジで行ってらっしゃい。大阪なんかもナビつけてないもんね。全然行けるよね。九州は来ないね。行きたいけど、ね、
バレンタインチョコです。プレ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 、ごめん、ここでやめて、銀は朝っぱらから。昨日ラジコンにはなれません。お前の車のクラクション壊れてるだろ。いや壊れてはないよ。ダイスが200円だったら済むか。家の前でクラクション鳴らせるんだったらここでも鳴らせるだろう。無線アイテム一つ投げないやつか。やだ、北斗の拳の雑魚かと思った、まあ、それは言われるね。全然全然言われるよ。右下、ナイス、よっしゃっす、よっしゃっす。あああああ、ガラヤリには今始まった話じゃない。まあそうだね。おはよう。その髪型はご自身でいいと思ってやってらっしゃるんでしょうか。すっげえな、なんか言い方が。いやこれ罰ゲームです。あの僕があの自らあのこれの部屋にしてくださいは絶対言わないんで、あくまでも罰ゲームです。したよ。あと39はご自身読めるよ。てかすげえ真面目なコメントだよね。今日イケメンの配信があったよね。ありがとうございます。アンチャラカードありがとうございます。正義末何が。いや金龍ラーメンは微妙だよね。大阪行って金龍ラーメンって。でもあれうどん食えねえし。朝逃げだがや。いやまあ昨日から逃げてるよ。大将アイテムありがとう。ありがとうございます。せっかくコロナが収まりかけている今が一番大事なのに、チラチラ県外移動をやめてもらえますか。え、君さっきと言ってること全然違うんだが。さっき言ってたのはなんで車で行くんだよ、電車で、ゆっくり下道で行けよ。いや高速は疲れる。駐車場安いから車で行くな。あ、駐車場高いから車で行くな。で思ったら今度はコロナかよ。お前どんだけだよお前。最初の会話何だったお前。この人が言ってたんだ。そう6号は言ってたね。やってます。豚骨ラーメン、いや豚骨ラーメンは好きじゃないですね、別に大阪行きを
しかもなんかキャラクターが変わったかのように最後なんとかだろうとか言って途中から敬語になってるけど、何こいつやばそしてなんか大阪行きようとか言って、だったらお前初めからそれ言ってこいよ、なんで最初それ言った、長くない、お前二重人格だろお前無事着いたんだ、いやまだ着いてないよ、ナイスをしにした、最初は大事な用事があると思っただけです、勝手に憶測で言ったの、俺予定何も言ってないのに憶測で、いや後付けがすごいね君、いいように書いてるだけでしょ絶対アイテムありがとうございます見てるのか分かんない、いや、やばいぐらい朝から不快にさせてごめんなさい、君じゃねえよ、今の知り合いってわけじゃないけどね、ふわっち大将あれです、いらてんやしゃい、西成来い、西成行きたいね、てかあれ食べてんだよな、なんだっけ、山木じゃなくてもう一個の、おはよう、普通の人の感覚ならまずこの時期に遊びたいだけで都会に行く感覚持ってませんから、もうその時点でまず違うよね。俺ちなみにまず一番最初にやることは携帯を直すことなんですよ。大阪のアップルで。じゃあ君は、じゃあ僕がね、何の目的でね大阪に行くと思ったんですか。逆に朝晩どうしようか、いや朝晩はまあいいかな、その腹減ってない、おはよう、一緒です、ありがとうございます、ガラスフィルム貼っとけ、富田、何富田って、富田っていう町はあったけど、もしかして富田って言いたいの、携帯ケースなんか押しずがなんか携帯のカバー買ってくれたけど、あれがなんかでかすぎたんだよな、ご親戚が既得とかじゃないかあのさ、ご親戚が既得でさ、お前なんでじゃあゆっくり行けって言ったのあれ最初のコメントどうした、なんかお前コメントすればコメントするほどどんどんお前ボロが出てきてるけど、ほんまに行くん、家族に用事で何があっても我慢してる身としては自粛してほしいけど、じゃあなんでお前はね九州に来いって言ったお前絶対誤爆だろ、平八くん、平八くん誤爆でしょ、だって平八くんさっき今九州に来てって言ってたじゃん、一口で夜逃げ、うん、めちゃくちゃだね、
さっさと日本から消えろ。あ、じゃあ俺も言わして、この枠からさっさと消えろ。風船ありがとうございます。うっす。これ身内の可能性ある。ヒンハチはウケるな。ヒンハチはだから、あのヒンハチはね、何がおかしいというと、だから作り話をあたかも本当かのように書いてくれってこと。だからコメント台本だよね。今気づいた、コメント台本もあるんだって思って。行くなしかない、いきなり感染に気をつけて。あ、その大丈夫だよ。あの帰る時にまず検査受けるし、で検査が、あのあれだったら、え、なになになに、笑ってんじゃねえよ、死ね。あ、これブロックだね。リスナーさんにこういうことを言うやつはブロックですね。これは どのお静か知らないけどブロックです。お疲れしかもこいつ多分、こいつ多分さ、あれだで、こいつも多分誤爆してリップしてる。お前どうせ見直し行かないんだろう。なんで、あ、小前いらっしゃい、着いた、どこ、誤爆してリップしてブロックされてお疲れ。違う、だからまずどっちにしろ、あの帰るときにその病院に行くんだよ。でそれで、検査してから帰る。でもしもあの検査して、で検査ちょっと高いんだけどね、濃厚接触者じゃない場合は、そこからまず見本席行って帰ってくから何も問題ないっす。ひとしいらっしゃい。カッパ付け合わせがきちいな。だからあのタヌキってこれが面白いんだよね。あ、マジで金返せ、何言ってんのこいつ、イカルドか。これ罰ゲームだよ。カス野郎がうぜえわお前ん、じゃあ、あのじゃあなんで枠見てんの、うざいのに。お前のその時間が一番無駄だぞ。早く仕事してこい。ウーストンおはよう、ムサコおはよう。今日はやたら誤爆するね誤爆するぐらいならアカウント探していけばいいのに、うん、進撃の巨額さんいらっしゃい。ツッコミどころ満載。いや満載っていうか、今日なんかやっぱあれなんだろうね。おはよう。今日なんかみんなやっぱ焦ってるんじゃない、焦ってるから、ちょっとなんかあの大体ね、誤爆するやつってピキってるやつなんだよマジで。だからあのさっきもなんかリプでピキってコメントしたら、まさかタヌキ外れちゃったっていう。周りが見えなくなるからね、ピキると、うん、お前スーパー、いや見たことないねじゃ帽子取らせてよって言ってたけど、それは勘弁してやって言われて、あ、そうか。何よっての罰ゲーム企画だね。まあ俺、まあ俺がする必要はなかったんだけど、まあその落とし前ということで、ヤミーと一緒にまあ俺らがしようぜってなって、それでした。大阪行くなら100歩譲って、コロナ対策はどう考えでしょうか。いやいや、あのコロナ対策はどう考えでしょうかっていうか、まああのソーシャルディスタンス、マスク、そしてもそんでもってこれ、逆にそれ以外何がある。しかも100歩譲ってっていうか、もう最初と言ってること全然違うからな、うん、マティアスは総理大臣かそうなんだよ。コメント盛り上げてくれてるんじゃない、逆に。まあ、こういうタイプはコメント読まれたい系だからね。
いやもう兵庫まで来たよ。ふざけてますか。いやふざけてるのは6号だな。そうなの。スーパーナイスから出所ってどうでもいいんだよな、もう今。そう、罰ゲームだよ、うん、京都、マジいつの間に、なんで京都やねん俺この枠で京都なんて発言一言もしてないぞ。どこから京都が出た。マッチアス車買い替えろ。いや、お母さんやお父さん仕事知ってるんだよね。うん、知ってるよね。なぜかっていうと普通にあれだから、普通にそれ配信で言ってたから。兵庫ってナオミに会うの。ナオミって誰？誰ナオミって。大阪ナオミ？いや京都なんて一言も言ってないよ。ストロングはもう帰ったの？いやストロングは島根にいるんじゃない？金返せ。いやだから、ね、何がこの人。兵庫ってエミちゃんのイメージ。46号はイカルド。いやわかんない。イカルド臭いんでちょっとブロックしようか。でもイカルドっていつの間にタヌキ覚えたの。配信詳しくなりすぎだろ。まあいいや、ちょっとブロックしようか。ブロックしようぜ。イカルドはブロックしようぜ。京都くんいるのか。京都くん、いや意味がわかんない。なんで今京都くんって、うん、一番返しなさい。あ、やべ、返すの忘れてたわ、うん、じゃああのイカルドの口座番号送っといて。この枠に行く。葉っぱでコメントしないで口座番号送っといて、 C メールで。もうブロックした。いや触ってないけど、ここまでしか行ってないけど。何名古屋のヘタレってだろ。忘れてただろ。金返せよ。いやだから口座送ってきて、イカルド。イカルド口座送ってきて、イカルド早く。だろうとか言うあたり。ちょっとやってみたいけどね。タヌキ一回全部ブロック、全ブロしたら閲覧どこまで下がるかってやってみたいけどね。平八君に電話しよう。声聞きたいですけん。いやー、まあ起きてんな。ホテル取ってないよ。イカルトが返金ペイペイで言ってた。マジで。あいつペイペイするようになったの。に、皆さんマスクだけ気にする方が大勢ですが、同じくらい手袋が大事なんですけどねとか言って、自分が一番してないやつ。大体こういうこと言うやつは自分がしてないんだよ。けどペイパルとかやってない？ねえ、ね、あのモグゴリで推しの配信者に実はお前お酒おごってるだろ。おごりシステムで匿名でお願いしますとか言って。
邪魔するのをやめてもらえますか。何言ってんのこいつ。ストロングでやりましたか。さあどうでしょうね。そのタヌキでブロックされたの。いやタヌキっつうかさっきのなんかあのミルクちゃんにリプ飛ばした人は普通にアカウントを乗っけた状態でやってきたからもう二度とコメントできない。返せ詐欺師。何言ってんのお前。邪推って何。このいやもう読めないわ。アンダーバーなってるからこれはやったわ。そうどうでしょうね。朝から湧くな。いやいつものことだけどね。横島の推測ってこと。憶測で言うなってこと。でも君だって憶測で物語ってたよね。俺に対して大阪に親戚の帰得親戚が帰得で行くかと思ったんですつって。ブーメランちゃん。今日土曜日。ストロングって簡単にできる子ならみんなコラボしたがる。わかんない。ストロングちゃんに関してはわかんないけど、でもストロングちゃん多分オフパコとかしたらすぐどっかのコラボに上がって多分暴露するよね。多分ああいうタイプ。もうエッチし終わった後横にいても暴露しそうだよね。配信してるからまあ配信者でしょ。マジ闇枠とか、まあ、ナボの枠とかも上がってるんでしょ。狛江の暴露は早かった。俺とも匂わせたしね。誰そいつ。闇の枠で有名な人で息子がお前とコラボしたがってた。まあ、そんな嘘はいいから。だから分かりやすいってそれ。したがるわけないじゃん。謎嘘。夜逃げだね。奈々さんに会いに行こうよ。いや奈々さんとか絶対もう帰るんじゃないの。そもそも。もうさよなら大阪って書いてあるじゃん。夜逃げとか人間としてクズだな。いやクズだから配信してるんだが、普通にできる普通の人間だったらそもそも配信してなくて普通に仕事してます。もう質問がもうしょぼすぎて、しょうもなすぎて、質問というか意見が。亀井くんって大阪にいないでしょ。そうなんだ。エビさん、エビさんは突しないでしょ。まずパティがストロングに消えそうになった時はあれはガチ気味。いやガチ気味っていうか、ただその発言に対して全部返しただけなんだよ。新大阪行けば会える。ビビってんの。え、なんでビビるんだろうの。いや別に何回も会ったことあるんだよ普通に。なんか突しないからビビるってちょっとよく分からんけど。ストロングの方が大人になってた。
まあ、でもあの桃らしいのあの台本はちょっとよくわかんないけど、家帰らないの？いや今日帰らないですね。住所不定無職、誰か大手とコラボしても置き物になるだけや。1対1で置き物はやばいけどな1対1でコラボして置き物ってちょっとよくわからんけどねそれなんか企画とかじゃないの？お前の車どうなるか楽しみにしときな、わら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 、まあ、楽しみにしとくわ。なんかあの壊してくれるの？うん、ありがとう、ネタ作ってくれて、ね、ネタ作ってくれてありがとう。そもそもこのポンコツ社だからさ、ネタ作ってくれるんだ。もうすぐあなたの親がいなくなるかもしれませんなんで？理由は？よくその車ない。まあ別に遠出は全然できるね。もう真面目になりなさい。いや、あなたに言われる筋合いもないですね。なんであなたに真面目になりなさいって言われないといけないの？被告民が北に帰れ。いや、まあ、北に帰、帰れと言うなら、君も俺の枠から他枠に帰れ。マジでまず帰れというなら君から行動しようよ。筋合いはあります？え、どう筋合いがあるの？理由は、うん、君は画面越しの人間に対して、あなたはそろそろ真面目になりなさい。え、なんで筋合いがあるの？ないよね。兄弟でもない、家族でもない、身内でもない、親戚でもない、誰？マジで。そしてコメントではタヌキにしてる。真面目にならないよ。理由は日本人同士だから。え、でもそれってさ、全く理由にならないんだよね。うん、全く理由にならない。不安の込めてどこへも申し訳ないって本当ですか？いや、ここは特にいいんじゃない？おはよう。そもそもまともなやつはフワッチなんか見ないよ。いや、まあそうだね、うん、だからここでコメントしたやつも大概なんだよね。特にお前みたいに真面目になりなさいとか言ってるやつ、この朝っぱらから。この間タヌキでコメントしたけど、一時葉っぱつけなくてめんどくさかった。でしょうね。キャスコメが一番悲惨だろう。いや、向こうの方がアカウントちゃんと提示してくるから。悲惨ではない。でもキャスコメが一番悲惨だろうって言うんだったら、なんだろうな。17とか見えないよね。お前他の配信サイトのアプリ知らないんだ。お前世界が小さすぎる。もっとキラコメだから。だから一番ではないよ。けどこっちはサトルと作戦練ってるんでで嘘がすげえわ。ナイス泥棒じゃないよね。
あ、右下のナイスお願いします。お前マジでオワコン計画。いやだからオワコン計画ってよくわかんないけどね。なんで君がオワコンを俺の計画立てるかよくわかんない。どういうこと。謎なんだか言ってることが。押した、ありがとうございます。あんたこいつ何言ってんのって言った時鼻で笑う、うん、鼻で笑う要素しかない。自分もだけど短期つけて時点で何にしても負けてんだよ。そうなんだよ。真面目になりなさいはネタで言ってますでしょうね。エビさんからよしゅい、よしゅい。ストロングがキモかったしうざかったの俺だけ。まあうちの家に来た時の対応はちょっと笑ったけど。画面から本人消えて親に内緒させるどうなの。不正でも不正だったらもう規制かかってるから規制がかかってないってことは不正じゃないってことですよ。仕事行ってらっしゃい。46号は女だな。あ、マジでプリンだ。おはよう初見やしい。不正じゃないんじゃない。だって君が不正って言っても運営が不正にしてないってことはそういうことだよ。おはよう、クラス。俺の顔が不正。いや顔が不正って言われたら難しいけどね。チョコ欲しい。え、くれるんすか。くれるならもらいます。でも手作りいらねえから買ってください。まあ不正じゃないか、卑怯であるけど。でもなんだろうな、卑怯って言うけどそれって多分うちの親父と母さんがねえあのナイス全く稼げない人間だったら多分言われてないんだよね。ただうちの親とが、ね、ナイスくださいって言うとナイスが増えるから言われてるだけで、でしょ。多分うちの親がねナイスをくださいとか言って20とか30ぐらいしか増えてなかったら言われないんだよ。ただ単にナイスが上位にいるからこれって言われてるだけなんだよね。今年の手作りやばいらしいな。みんな拒否。あ、そうなの。せいだかね、まあ渡してるね君さ、ウニターン枠やめてください。あのリプはふわっちゃリプ禁止なんで。まあだからその吉江さんが面白いとかうちの親が面白いとかそれはまあ人それぞれだから別にそれはまあねえどうでもいいんだけど。バレンタイン渡したらホワイトデー返してくれる。いやわかんない、わかんない。それに関してはだってもうねあのもうタヌキですし DM してください困って笑うタイミングはつぼへんじゃん。一緒にいて思った。いやさ知らんけど、最近のイカード演技臭くてつまらなくなった。でも最近のイカード演技臭くてつまらなくなったかもしれんけども、なんか閲覧だけはめっちゃ持っていくよね。あいつ一人で3000人ぐらい取ってくるけど、なんでなんだろうね。バレンタインありがとうございます全然いいよ。
それは昨日モグが発表してたぞ。お所属制の責任は萌えが保証しろって。あ、なんか言ってたね。だからあれでしょ、だからお茶爆のお金が全然、だからもうこう収益のお金が例えば30万だったところをなんか15万とかしか入ってなかったみたいなってことでしょ。まあそれは俺はないな。マジで。って面白いの、常に休止し、うん、だからそれが面白いっていう人もいればつまらないっていう人もいるから、まあでも分かんないけど、でもその親、母親がね出て3000人プラス3000人増えるってことは、まあそれだけ3000人は興味持ってるってことなんだよ。なかなか行かないですよ。親が出たからって5000人とか。今はねサービスエリアだね。74万していい。いや分かんない。だからそれどういう感じか分かんないんだけども、まあ運営さん。いやどういうあれ、 いまいち意味が分かんない、分かんねえんだよな俺あれ。しますよ家族芸やめられないね。いやだから家族芸して閲覧があの1000人ぐらい切った時に家族芸やめる。、うん、でも別に増えてるうちはいいんじゃないのって思うけどね。別に狛江と合流するの、いやまず先にちょっと携帯ショップに行きたいね。ダメ、ストロベリープレゼントありです。だけどさ、君も悪いよ。何が？怒ると日によって配信に行くある時とない時の差がありすぎ、うん、あるね。それは正解だわ。イカルドの発狂で米ないイカルドうるせえとかアンチコメ多いけど、イカルドはナイスお願いしますって半端なくナイスもらえる、増える。この間10分で1000人いったもんね。母親は相当ストレスだね。だからこうやって県外に出ることが ストレス解消になってんね。いつまで親といる。いやだからあの家もらうからね、そもそも。配信者もネタ考え大変だよな。まあこれをね YouTube とかにしたらねあれかもしれんけどね、毎日毎日ってね誰でもネタなくなるんですよね。税金の収入はどうするんだ。収入、弟とコラボめっちゃ見たい。弟帰ってきたらもっと上がるで多分。閲覧もっと上がるっすね多分。マジ爆発すると思う。弟に出て行ってから暴れ放題。いや弟が帰ってきても暴れるけどね。子供は好きだわ。毎日安い。だって仕事掛け持ちして夕食。うん、だから今のこの期間っていうのは親からしたら逆に幸せでいいと思うよ、うん。スロット配信、あちょっと金がないですね。スロット配信。しかもなんか別に今打ちたい機種がないんだよな。まあワンチャンちょっとあのパチンコの北斗の拳は打ちたいけどね、うん、右下ナイスお願いしますせ。弟も家に金入れてるの。いや入れてないでしょ。やだ、じゃあ何しに来てるやマジで。俺今親ともいないよ。俺一人の雑談だよ。何しに来てる。お
母さんかわいそう。じゃあ見なきゃいいじゃんマジで。うん、しかも今お母さんいないし、何言ってるの君。どっか行きなよ、お母さんかわいそうって言うんだったら。 NG ワードはね、ジャグラーです。トトロ、うせな天月って人は。親が言ったらいいね増えるのに、黒豚が言ってもゼロ。え、でもまあちょっとずつは増えてない。うん、ゼロだったらねえ、220になってないよ。ゼロと220って違い分かります？分からねえか。うん、そうだね。先祖もかわいそう。まあいいんじゃない、それは。それは分かんないですけど。お母さんかわいそう、バラバラバラ。あだ名黒豚なの。なんか黒豚らしいね。あ、ナイス、あれです。閲覧増えては儲けにならない。いや、どうだろう。なんか親父と配信するとね、アイテムめっちゃ飛べる。なんなら、うん、俺らのイカルドを返せ。いや、知らんがな。イカルドを返せ言われても、ここマッキアス枠なんだが。じゃあ、手紙でも送って、イカルドさん配信に字幕つけてくださいって言えばいいじゃん。いや、親使っても別が増えないやつは増えない。いや、だからそうなんですよ。だから親使っても増えない人は増えないんだよね。あなたが笑われてるんだよ。それで笑われてるから何なの。笑われてるから何なの。あれでしょ、君結局さ、なんか僕にこう言われて、落ちどころはなくなったんでしょ。だけど落ちたいけども落ちれないみたいな。じゃなかったらもう気になるだけだよ。めちゃめちゃ俺のこと気になってるじゃんマジで。実家バレてるのに、ようやるわ。セクシーが車に通され、家の前でうんこされるわ。相当嫌がらせされてると。いや、うちの家も嫌がらせされてます。うん、もはや親も楽しんでるぞ。まあ、楽しんでるっていうか、なんか嫌ではないんじゃない、やっぱ結局。うん、俺とのどん痛い家族だから面白い。うん、だから配信がなくても、そうやって面白ければいいんだよ別に。まともだったらそこまで稼げないし。だからうちの親っても、だから俺が子供の時からそういうところあったし、ちょっと変わり者だったしね。そうだよ。そこに嫌がらせされてます、うん、でも息子に嫌がらせされてるっていうのは別に、だからそれもなんだけど、別に本当だったらなんか何とかしてでも俺を施設に入れるとかするよね。でもしないってことはそこまでなんですよ。もう花火も飛ばなくなったよな。いや、俺そもそもそんな花火飛ぶ配信者ないしマジで。俺そんなに別に花火前から飛ぶ配信者ないし、てか前から俺結構ふわっち長いんですけど、俺マンスリーも今大体下の方だから、うん、配信外全く喋らないって本当。いや、だから向こうは喋ってくるけど俺は喋らないね、基本的に。おはよう。さっ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 さ、8時だろ、まあ、あと1時間ぐらい着くだろ大阪に、うん、まともな家族なんて誰も見ない。需要がないんだよ。でもうちの家族は需要があるんですよ。長いです。配信で言えない嫌がらせ受けてるのか。いや別に配信で言えない嫌がらせではないけど。狛江は今どこにいるの、マジで。あいつどこにいるの。
こにいんじゃん。あ、意味で。お前はもうマティアスと絡みたくないってよ。そうなの。まあでもそれを言ってるとしたら君の自作自演ですね。絶対ないですから、うん、ただあの98号が狛江とマティアスを絡んでほしくないって思ってるだけでしょ。バレバレな。おはよう。なんちゃらパーキングいや、そうだね。てか、なんかもう企画てか、昨日そんなあんな伸びると思わんかったな。てか、まずお前はマティアス大好きやん。いや、98号がただ単に絡んでほしくないだけなんだよ。バレバレの虚言。狛江は大阪ドーム近所のマクドナルド。あ、朝マックしてるんだ。ハズレ？いや、ハズレじゃないよね。リスナー98号は狛江のやつさんが増えるのが嫌なのか。ああ、そっちか。まさかの。98号は狛江の元に帰りな。それか、いや、わかんない。お前の元に帰りなっつって、でも絶対ここに残るんだろうけど。家何時？いや、家はね、11時ぐらいですね、昨日の。知的障害？いや、知的障害じゃないです。お前本人じゃねえ。いや、それはないでしょ。もう言って面白くないからいいや。じゃあなんで配信見てるの。アキラは配信で親食べ過ぎて配信的にまらなくなった。いや、ガブちゃん、ガブモックです。まらかすなって言いたいの。今日、いや今日携帯直すね。自分の好きなことしかできない病気です。でも自分の好きなことできて収益得てるんだったらそれ一番良くない。一番良くない。まあ発達あるね。ダメよね、配信に親出して閲覧稼ぐの。なんでなんでダメなの。なんでダメなの。じゃあ、 教えてあげよう。俺ちなみに前から親出してました。ただ誰かが祝電して親にバレたからあれだったんですけど、別に閲覧一桁の時からしてたけど。自分の力じゃない。だって自分の力じゃないのに、ないも何も普通に家に配信してたら出るのは当たり前で、別に親を出して閲覧稼ぎはつまらない。でも親を出して閲覧稼ぎはつまらないって言っても、別にそれでなんか閲覧が増えるとは別にその人の自由じゃない。別に、うん、だってそれってさ、じゃあコラボ配信して閲覧稼ぎはつまらないって言ってるようなもんだよ。でもコラボも別にしてもいいと思うし、
コンパワさんがもぐえのゲスト来てくれって。いや、それ本当か。お前の親だからお前の力、そうだよね。だってそれってさ、ただ今閲覧が親が出て増えてるからそう言ってるだけであって、まあ、ナイスと一緒で、ね、閲覧がなかったら言われてないわけですよ。だから親が出てじゃあプラス3000人ぐらい増えるわけじゃん。今だからこそ言われてると思うんだよね、これ。じゃあ親が出てね、閲覧が100も言ってなかったら絶対言われてないから、間違いなく。だから別にいいですよ。うん、そう。親ばっか出して親でなかったらリスナーはお前はいらないって言われるぞ。まあでもリスナーはお前はいらないって言われてもそれはそれでその時でしょうがないんじゃない。うん、今現在が別にそれであったらそれでよくない。何でもそうじゃん。配信で収益も稼げなくなったら仕事をする。今は別にそれでいけてるから、そもそも先のことなんか考えないからね、今。ヘリクス上手。だってヘリクスじゃないじゃん。お前の世界狭いな。うん、まあ別に俺の世界は、俺は俺でやってるから。うん、いや、ピキってるんじゃなくて、説明してあげてるの。うん、俺と配信してる。うん、だから別にそこはそこでいいと思うよ。だからそこってさ、親を出して閲覧稼ぎは最低。じゃあ見なけりゃいいんじゃない。マジで。うん、でもだからもう見なけりゃいいじゃん。うん、でも結局見ちゃうんでしょ。うん、一番いい方法しようか。親配信した時に閲覧が少なくなった時にざまーとかっていうのは分かるんだけど、今の段階で最低とか言われても、いや、じゃあ見なければいいじゃんって。君が見ないことによって閲覧はどん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 いろんな人にこうね、いろんな人が見なくなっていったら減るから、それが一番君らの勝ちだから。うん、今上がってる状態でそれを言っても、いや、負け犬の遠吠えでしかないからね。だから YouTube だって一緒ですよ。 YouTube だって桐崎英二っていう人もね、家族でやってるじゃん。スキルで使えないじゃん。あ、ちなみにエビさんがそれを言ってるなら、僕企画に金使ってます。企画に金使ってます。うん、ウーバーあざまくとだし、おじさんも食べなよ。何がやねん、お前月何も稼いで語ってるんだ。いや、だって別にあの金マウント取ってないじゃん。金マウント取ってんの君じゃない。いや、マジで何の金マウント取った俺。詳しいな、数万な。いや、でもあの企画に1円も使わない人っているからね、数万と言っても。しかしよく飽きずに見られるよな。見どころもずっと見ないやつやつらかよ。いや、そうなんだよ。うん、何をガタガタ言ってるんだ。何をガタガタ言ってるか、正論を言ってるかな。みなねこいらっしゃい。朝ごはん、いや、今日その腹減ってねえんだよな。みなねこさんからマティアスのこと知りました。見入ってね、まず。いい加減リナネコに凸しろよ。いや、リナネコ会ったことあるけどね、サッカーの時に。退屈しのぎ。いや、他あるでしょ。だってフワッチ今いろんな配信者やってるじゃん。そこに行きなよ。こいつ口だけ。いや、違う違う違う、口だけじゃない。行ったら行ったで合わないから。いや、マジで。だからリナネコは俺と会う気ないんだって、そもそも。いや、エビさんがニコ生で嵐とか、そういう嵐とかじゃなくて、そこはそこの発言に対してはそう言ってる。
金子純が書くからこっちに来た。もし金子と付き合ったら、ね、ちょっとね、なんでこのあのなんかもういろんな配信者の名前しか出ない匿名にすると。コンドリ何個見かけたら俺マジで何するかわかんねえから、いやお前それ脅しかよお前やばいな。でもねリナイコ聞いて、この100、いやじゃ あの聞いてリナイコ、でもこの103号、さっき僕に脅しかけてました、今度マッティアスの車見たら何するかわからない、わからないからって。俺も脅されたよ。なんかサトルとオワコン計画してやるとか言ってたけど、ちょっと言ってる意味が全然わからなかった。お前がボコボコされるよ、うん、その代わりにあの顔だけ映させてもらいたいよね。いやそんなんで訴えるとかダサいんだろ、サイコパス多すぎ。156号、あ兄弟でええんか。いや全然いいよね、あマジで。仕事が続きません、これは病気ですか。いや君がやる気ないだけでしょ、それって俺は言い聞かせてるけど。ナイスした、ナイス、センキュー。お前コロナでかけたんか。いやこれ罰ゲームだな。罰ゲームです。弟が2月に帰ってくる虚言だったのか。いやまだ2月中だで。わからん、もしかしたら俺がこの大阪に行ってる間に帰ってくる可能性あるね。何のバスだよ。いやわかんない、企画でのバスじゃない。なんかヤミーと、じゃあこれ落としどころどこにつけるっつって言って、じゃあまあ罰ゲーム俺がやるわっていうか、じゃあ俺もやるしかねえなと思って。ごめんなさい、拷問な。いやあのね、これだけ言わせていい、配信外で親父が俺に言ってくるのって、俺が代わりにやるからふわっちやらせろって言うのよ。あ来た、大手ぶって頑張れ。いや別に俺大手と思ってないんですけど、いやいないか、いやいないか俺のこと無理でしょそもそも。そもそも無理でしょ。無理じゃなかったらもう合ってるわ。好きなわけないだろ。お前の家族風邪に汚いんだよ、うん、それでこれでよく歩ける。余裕です。大手との定義とは何ですか。いやわかんないっすよ。だから大手ぶってとか言ってくるけど、大手の定義ってそもそも何ですかって言いたいね。いや好きだぞっていうか、そういうなんか恋愛対象とかじゃない、彼氏ぶるなよ。どういうこと、彼氏ぶってないんだが。パンチって暇で気の毒だな。夜逃げ行ってしらーっとまた家に戻るんだろ。お前家で何回目だよ、毎回中途半端やんけ。そんな中途半端の配信を見てるお前はお疲れ。
お疲れ。一度抱いてやれよ。お前が抱いてやれよ。表の出入りは偉そうに見せる。いや別に偉そう。あの別に閲覧が30からずっと偉そうにしてたけど、そもそも。あ、やっぱタッチバックぐらいやらねえよ。ありがとうございます。よかった、ナイスお願いします。マティアスにはもう抱かれてます。いや1対1で会ったことないんだが。お疲れ、闇に相談しろ。あ、それが一番いいと思うよ。配信外じゃ絶対帽子かぶってるだろ。かぶってないね。気分だね。1万円としてステッカー4枚ってぼったくりですか。いや、それはぼったくりじゃない。抱かせるやじゃん。ヤミーの枠で知り合った女って誰だっけ。その髪病気の家みたい。いや、いいじゃん。全然いいじゃん、別に。お前、家で何回目だよ。中途半端な家でするな。閲覧稼ぎかよ。いや、閲覧稼ぎになってなくない。いや、別になってなくない、全然。言ってんだ、お前は。闇の中で寝っ転がってる人何人か紹介されてた。片手にストロング持ってね。今日の企画、いや今日別に企画じゃないんだよね。携帯を直し、携帯修理してもらうから。いらない子さん帰らないで。いらない子帰らないで。でもこれ匿名だから書いてるんだけど、普通の枠にするとね、絶対書かれないんだよ。だからね、それ、だからね、俺はね、それをもう一個言いたいのは、普通の枠でもそれ書いてくれるんだったら、あの勇者です。だって本当結局ブロックされたくないんだもん。年に何回も家出してる、中途半端に。だから分かったから。分かった。で、それで？帰れコメントも読めや。で、帰れコメントも読めやっつうから、帰れっつなったらお前がここの枠から帰れよって話。うん、キャスでも書いてる。アンチはキャスで。そのマスク洗濯してねえだろ。してないよ。してないよ。9時ぐらいに出るか。キャスで明らかに、とにかくディスコの陰キャの集まり。まあ基本的に人間のあれが出るからね、匿名になると。まだいたのかよ。うん、その髪型は近所で失笑されてるんだよ。親が割れてんだよ。主人者バカだかわからないだろうが。あ、近所の方。近所の方っすか。どうも。実証されて全然いいですけど、うん、ありがとうございます。だから何回も言うんですけど、もう何だろうな、普通だったらそもそも配信してないから。そもそもお前あんまり調子に乗ってぬか漬けにしてやるぞ。あ、どうぞ。口だけ家で。いや、もうそれしか書くことないの。マジでループなんだけど。君も俺にループって言ってんだけど、君のコメントもループなんだけど。
ライアイス爆弾、いや分かんない、普通の配信見て。リナネコが来て荒れた、いや最初から荒れてたよ。リナネコは男の悪にしかコメントして、そうなの、それ知らん。まあ、面白いならいいじゃん、何でも。また潜り、いや潜りは行くか分かんないですね。みんなリナネコ大好きだね、本当に。おはよう。いやだから楽しいならいいんじゃない、それでも別に。ループなことしかしない人に対してコメントループは仕方ないじゃないですか。いやだからループなことしかしない人に対してコメントループは仕方ないんじゃなくて、ループなことしかしてないやったら、まあ、枠見なくなるよね、多分それが普通なんだけど。でも結局そうやって言ってるってことは枠はずっと見てる、うん、でそうやってループで聞かせ、ループ俺がしてるループなことをそれで言って聞かせたいだけでしょ。でも結局見ちゃってるんだよね。なんか爆災にめっちゃ書かれてたぞ。いや爆災に書かれても別にいいんだが、だって爆災に書かれたところで、なんか爆災で逆にあの知られたし、うん、爆災ですげえ書かれてたんでやばい人かと思ったんですけど、話したら普通でしたって言われたし、そう、なんなら適当ですねって言われたよ。全然配信しないきて、ね、あの飲み屋に行ったら飲み屋のキャッチの人が、うん、マティアスって聞いたことあるの、あ、爆災で有名な人ですよねって、なんかじゃあやばい人じゃないですかってちょっと会話してたんだけど、あ、爆災あれ適当っすねって言ってた、もっとやばい人かと思いましたって言ってた。ドヤ顔で言うなよ、お前みたいなやつが書いてんだろ。飲み屋の19の子、いやもうあそこの店行ってないね、うん、喫茶店祝電が入って出来になってないよ、うん、書いてるやつのがやべえ。まあ私心折れないの、だって折れる要素がないんだもん別に。爆災見て、でしょってことは別にどうでもいいんだよね。なお、どうでもいい。これ罰ゲームです。配信見てる、そうなの、ありがとう、ありがとうございます。アップル予約しないんだよ、だから行ってから予約しないといけないんだよね。たまには心得ないと稼げない、いやまあ別にいいんじゃないですかね、それは、うん、それは別にあなたが言う必要ないよね。爆災ってなんかあるじゃん、なんかあの風俗とか、まあなんだろうな、地元でとかの話とか、朝からみたいなもんだよね。こんなの屁でもないと、いやそりゃそうでしょ。坊主にしろ、いやしませんね。何してるの全員。あ、そう、まあそういうことだね。いや携帯買わないんだよ、これを修理する。作れるかよ俺の力で。いや、アンテナスクエアはいいかな、別に。今、爆災見てるやつとかいるんだな。いや、あんま聞かんけどね。爆
覚醒とか。たまには心折れる演技しないと。いや、ならないですね。宣伝用に爆災使うなよ。いや、だからそうなんだよ、宣伝になってるからね、マジで。ないっすねし、いや、だって関わることないし、そもそも。なんだその頭は。知らない、それは。ああ、トイレ来て、メジャートイレ来て、パクってないよ、うん、俺別にこれでも全然いいんだよね。なんなら都会の方がこんな髪がしてもあんまりなんか目立たないんだよね。田舎は逆にめっちゃ目立つけど、島根とかはマジで目立つ。コンビニ行けば笑われるが、そんな気にしてたら帽子かぶるなよ。いや、それ気分だね、気分でかぶる。いや、都会でも目立つでしょ。目立たないかな。もう俺が見て一番目立ったのは、たまに入れ墨入ってる人。うわっと思ったけど、それは戸坂やんけ、うん。お前は全てさらさないと。いや、僕は僕のやり方でやるんで子供に指さされる。いや、別に全然いいんだが。なんだお前、普通にお前大学の時の実習でも指さされてたし、あの先生めっちゃ黒いって言われたし、指さされて。今さらそんなの。9時ぐらいに出るかな。そうなの。いや、ぐちぐち言ったところでなんだけど、ぐちぐち言ったところで、だってねえ、何を言うのって話。いい黒さで、そう、黒くて言われた。はよ、トイレ行け。うるせえな。行くわ。お前、教育実習行ってたの？行ってたよ。教育とか笑える、やばいでしょ。先生になるつもりだった。いや、違うね。女がたくさんいるから行っただけです。そもそも女担だったから行っただけです。そこが目的でした。うわ、頭良くねえよ。いや、だからそもそもね、特別進学校、ん？特別なんちゃらコースで、お前親がいないで配信できるんだ、うん、余裕でできます。留学生ね、留学生と連絡先。あ、そうなの。まあ、連絡先交換はしないけどな。てか、なんで前幼稚園児と連絡先交換するんだよ、うん、こいつが頭いいわけねえだろ。底辺中の底辺だよ、うん、そっか。親なしで頑張って配信できるようになったじゃん、偉い。いや、何も、ただの雑談だが、何もしてないんだが。あ、何これが褒められるの。マジで
いつまで実家暮らししてんの？マザコンなの？いやだから別に実家暮らししてる人なんて全然いるくない？別にいるくない？なんなら40でも実家暮らししてる人いるのに。できねえよ。いないよ。いやそれはあなたの勝手な、あなたがね勝手に物差しで測ってるだけでやって、実際いるから。なんなら50でもいるから。いい歳して恥ずかしくないですか？全く恥ずかしくないね。だから何回も言うんだけど、恥ずかしいと思う気持ちがあるんだったら配信もしてないっちゅうの。配信してねっちゅうの。モグゴリは分かんない。恥ずかしいって気持ちがあるんだったらこんなことさらしてねっちゅうの。まず配信してねっちゅうの。まずなんか陰影して私はどうやと配信して残稼ぎ、またいたの？まだいたの？ループくんまだいたの？配信してない時は恥ずかしいと思ってんだね。いやだから思ってないからしてるっつーの。配信してない時も恥ずかしいと思ってたらもう配信ボタン押せないって。同じ質問ばっかなんだって。そして<笑>マジで何やその顔は。いやあの質問に答えてるけども、あの質問が同じすぎて。パーゴラ？ね、パーゴラって、パーゴラって、ね、高校の？前に洗濯に料理とかマジで恥ずかしくないとか笑えるわ。うん、だからもうそれもう全然配信関係ないんだってマジで。一部といらっしゃい。お前ナゴン何それ。それプライベートのことらあたりなんだって。顔は絡まんね全然。飲みさと同じ3本ぐらい寝ないと。そんなことはないよ、うん、一部とってホモなの？一部とけん？いやホモじゃないだろ、うん、一部とはホモじゃないだろ。女大好きだろ。この間だってあの大阪の風俗どこ行けばいいですかって聞かれたよ。どっかいいとこないですかねって丁寧に説明してあげたね、うん、一部だって UD と、ああ、UD 知ってんだ。それにビビった。一部だはカモフラージュ。知ってるか分かんないけど、なんでカモフラージュなの。サラス配信だけ、あ、そうなんだ、見てくれてありがとう。一部とって、まあ、一部とくんはあのちゃんと仕事をしてる公務員さんだよ。真面目な公務員さん。公務員さん、地方公務員さんや。いつまでそこでだべってんだ。いやこの枠が終わるまで。